906年創業、関西の老舗企業で宝石会社としてスタート。現在ではエレクトリティクスで税金、税務機器じゃなくて全員関税金、不動産も幅広く集合を展開したビッグ企業である。保険会にグルーティングを意識して時には買い手代に認証を高めたいという目的でスタート。また次第による事業内容の変化に合わせてイメージを変えていきたいという感覚もあった。さあ、ここまで説明してきましたが、結局のところ何が言いたいかというと、今必要な会社、日進坊。